休憩前に引き続き会議を開きます。お諮りいたします。この際、お手元に配布いたしました本職の委員会の所属変更、副議長辞職、副議長選挙の件を日程第6、日程第7、日程第8に追加することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本職の委員会の所属変更、副議長辞職、副議長選挙の件を日程第6、日程第7、日程第8に追加することに決しました。日程第6、常任委員会の所属変更を行います。ただいま議長に就任いたしましたことから、議会運営委員会の申し合わせにより、常任委員会の重複所属ができません。現在、総務常任委員会および環境生活都市経済常任委員会に所属しておりますが、委員会条例第5条第3項の規定に基づき、本職は総務常任委員会のみの所属に変更したいと思いますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本職の総務常任委員会のみの所属を許可することに決しました。日程第7、副議長辞職の件を議題といたします。本件につきまして、ついては6番西村博樹君の一身上の都合に関する事件であり、自治法第117条の規定により除籍の対象となりますので、6番西村博樹君の退席を求めます。副議長西村博樹君から副議長の辞職願が提出されております。事務局長をして辞職願を朗読いたさせます。事務局長。はい、委員長。朗読いたします。辞職願、私議、この度一身上の都合により副議長の職を辞したいので、地方自治法第108条の規定により許可くださるよう願い出ます。令和2年9月30日、守山市議会議長、新野文雄様、守山市議会副議長、西村博樹、以上。お諮りいたします。西村博樹君の副議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって西村博樹君の副議長の辞職を許可することに決しました。除籍議員の入場を許可します。6番西村博樹君にお伝えいたします。先に提出されました副議長の辞職願につきましては、ただいま議会の許可が得られましたのでご報告申し上げます。西村博樹君から副議長退任の挨拶を求められておりますので、これを許します。6番西村博樹君。それでは副議長退任に際しましての
お一言のご挨拶を申し上げたいと思います。令和元年10月25日第47代の副議長として議員閣議のご推挙により任命されました小西議長の下で市民生活市民福祉の向上と市政発展に向けて努力を積み重ねて今日まで歩んでまいりました。就任に際しましてある場面で私皆様方にこんな言葉を発したことを記憶しております。よく宮本市長が申されます、議会と行政は両輪である。私も同感でございます。ならばその両輪となる車は一体どんな車なんだろう、また進みゆく道はどんな道なんだろう。決して平坦な道ではなく、さまざまな道を歩む一年になるんだろう。しかしなら決してとどまることなく、常に力強く前進していきたい。そんな言葉を発した記憶がございます。進むにつれて、これまで歩んだことのないコロナという道が目の前に現れました。しかしながら議員閣議のご協力、また宮本市長をはじめ行政の皆様方のご努力のおかげをもって、決してハンドル操作を誤ることなく常に前へ前へと進むことができました。この1年近くの貴重な経験をこれから先の私の議員活動にしっかりと生かしていき、また新たな前進に進めるように取り組んでいくことを皆様方に申し上げ、そしてこの1年近くの皆様方のご協力に対しまして心からの感謝の言葉を述べまして、退任にあたっての言葉と返させていただきます。本当にありがとうございました。日程第8、これより副議長の選挙を行います。選挙の方法につきまして、事務局長をして説明いたさせます。事務局長。はい、議長。ご説明いたします。先ほどの議長選挙と同様の方法で行います。法定得票数は有効投票総数の4分の1以上であり、当該得票数以上で最多数を得た方が当選人となります。なお、白紙投票は無効となりますので申し添えます。以上、説明を終わります。議場の閉鎖を命じます。ただいまの出席議員は20名であります。投票用紙を配布いたします。
投票用紙の配布漏れはありませんか。配布漏れなしと認めます。投票箱を改めさせます。異常なしと認めます。点呼に応じて順次投票願います。点呼を命じます。事務局長。はい、議長。1番川本光平議員、はい、2番酒井陽介議員、3番藤原ひろみ議員、4番今江恒雄議員、5番田中久人議員、6番西村博樹議員、7番赤渕義孝議員、8番福井澄子議員、9番渡辺邦夫議員、10番石田誠三議員、11番森重重則議員、12番新野文雄議員、13番国枝俊貴議員、14番山崎直樹議員、15番小西浩二議員、16番小牧一実議員、17番羽津井正彦議員、18番森高康議員、19番高田正治議員、20番藤木武史議員、
投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。議場の閉鎖を解きます。開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、開票理解人に4番今江恒夫君、8番福井澄子さん、10番石田誠三君を指名いたします。よって立ち会いをお願いいたします。選挙の結果を事務局長に報告いたさせます。事務局長。はい、議長。選挙の結果をご報告いたします。投票総数20票、これは出席議員数に符合いたしております。有効投票20票、無効投票はございません。有効投票中9番渡辺邦雄議員18票、16番小牧和美議員2票、以上の等位であります。この選挙の法定得票数は5票であります。以上報告を終わります。ただいま報告いたしました通り、9番渡辺邦雄君が副議長に当選されました。9番渡辺邦雄君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定に基づき当選の告知をいたします。9番渡辺邦雄君に副議長の当選のご挨拶をお願いいたします。
ただいまは議員各位の皆様のご推挙により森山市議会議長に推挙いただきまして本当にありがとうございました。歴史あるこの森山市議会の重責を皆さんの思って真面目に進めていきたいというふうに考えております。本議場の皆様におかれましてはより一層のご指導ご協力をお願いするものであります。これで挨拶と変えさせていただきます。何卒よろしくお願いをいたします。暫時休憩いたします。